にちは。食事で結果を出す専門家、柏山瑠希夫です。ご飯をしっかり食べてねっていつも言ってるんですけど、しっかりってどのぐらいとか、いやもうしっかり食べてますなんていうお声よくあるんですね。まあそのしっかり食べてますっていう方の食事じゃどのぐらいかなって思っていろいろ聞いていくと、意外と少なかったりするんですね。私の観点からすると、まあ、世間一般のご飯の量の何だろうな、基準値みたいのがすごい下がってるなって思うわけです。で、私がおすすめしている一つの目安ですね、1日のご飯の量は、お米にして2合、1日2合っていうとなんで2合なのって結構言われるんですけど、で2合も食べていいのって言われるんですけど、皆さんお米2合ってカロリーそんな多くないんですよ。で、だいたいカロリーですと1200ぐらいなんですね、2合分のご飯を食べると。これ1日のカロリーでいうと、まあ、だいたい基礎代謝の部分ぐらいですね。で、それ以外の部分を、おかずとか他のもので賄うというところなんですね。で、この1日のカロリーのうち6割を炭水化物で取りましょうっていうのが、実は一番太りにくく、バランスを取りやすい、病気になりにくい食事だっていうのが、もう統計的にはっきりしてるんです。これエビデンスで証明されてるんですね。で、実際私も現場でやってると、やっぱその割合はすごく効果的だなと思うんです。で、それを単純に実践しやすくするものとして、あ、じゃあご飯の割合6割ぐらいっていう風にすると、だいたいまあね、いちいち計算するのめんどくさいですから、炭水化物をそのぐらいの割合にする食事に、持っていくには、ご飯がこのぐらいの量っていう裏付けから来ているんですね。細かい計算がちょっといろいろあります。ただ個人差とかいろいろあります。で、その一般的に身長や年齢から1日に消費するカロリーって計算で出せるんですけど、これがまた計算と全然違うんですよ、実際には。なので、そういったところじゃなく、自分の、ね、状態で見る。なので男性だと、まあ、一般的には全体の消費はちょっと多いので、2合より多くても2合半ぐらいは OK だし、あとは運動してる方なんかは、運動量に応じて3合とか4合とか上がってっても全然問題はないわけです。エネルギー効率のいい米からの炭水化物を増やすと、体のエネルギー消費が増えるので、結果的に基礎代謝が上がるんですよ。今の基礎代謝が低いから減らすってやってるとどんどん減っちゃうんです。なので、6割を炭水化物から取るっていう、まあ、そんな、形で1日2合というのをお提案してますが、食べ方としてはちょっとね、自分に合わせて様子を見ながら、ね、2号っていうまたね数字で決めないでほしいんですよね。そこを、体重がどんどん増えていくとか、なんか体調が悪いとしたら、食べ方かバランスか、胃腸の機能とかどこかに改善ポイントがあるはずですので、そういったところは他の動画なんかも参考に、やってみていただけたらと思います。ありがとうございます。